その文句を言ったり責める前に、そこをなんかチーム全体で補おうよとか、誰かがそこをフォロー、失敗したり、ミスしたところをフォローしようよ。だから僕は勇気が好きなんだ。そういうことをね、やっぱり、する、そういう気持ちになろうという、やっぱり全て勇気から始まるみたいなことを彼が言ってて、それはすごいね、なんていうか素晴らしいなと思ってね。